山ナめくじメギマウティウムフルーステルフェリは日本原産のナめくじの一種1 0トルを超える大型種である。軟体部はとても大きくて13から1 6トルに達する例もある。背面は肺褐色から黒褐色で両側に幅の広い黒っぽい縦に走る体状の門があり、足に近い部分では色薄くなる。また背面真ん中にも黒い半が縦に並び、 背面から側面にかけて黒から灰色の下流状の隆起が島模様を成して並んでいる。本州、四国、九州に分布する。日本では都市を中心に外来種のナメクジが複数種侵入し、入れ替わりが激しい中、本種は山間部にあって安定した生息域を持っていると思われる。なお、現在は八丈島にも産し、これは移入によるとされる。 山間部、森林内に生息する。普段は、倒木の下などに潜んでおり、夜間や雨の日は昼間も出てきて活動する。キノコを好んで食べる。冬には、大木のうろの奥深くに潜って、どうする。ナメクジは、種類が多く、特にキカ種が多いが、いずれも、本種ほど、大きくならず、また山野に出現することもまずない。ただし、日本中の本種を、 同一種と見ていいかどうかはまだ確定していないようで、ある。本種の亜種としては、大仙山なめくじインシラライア、F 大仙アのあずま、1982P165 があり、大きさは、ほぼ同じながら体色が淡い気化色であること、大触覚が、やや短いことなどで区別される。この亜種は、鳥取、石川、京都、岩手などで記録がある。なお、 沖縄本島北部にも、類似の大型ナメクジが見られ、ヤンバル山ナメクジの和名が与えられている。同族ではあるが正式な記載がなされておらず、学名は未定である。本種は二十歳などには出現しないため、他のナメクジのような害虫としての働きはしない。ただし、シイタケを食害する例がある。また見かけは大きいだけにそれ以上に、グロテスクであるので、見かけると嫌われる。 山間の振興住宅地では遭遇する頻度も高いとも言う。島根県津和野町ではナメクジを食用油に漬けたものが虫刺されの薬として今も活用されており、使われているのは本種であったよし。以下、種として、東、P164 四だち、P25 森口、P232、武田、西、P65 東、P164 森口。 P234 東、P165、武田、西、P65 埋め二2編、P251 あだ P28。ありがとうございます。